ボートレース常滑マンスリーボートレース杯4日間シリーズ3日目の攻防、レースコースは一般戦第2レース第2競争を迎えました。対戦メンバーは1号艇が清水則勝、2号艇は酒井康史、3号艇は原田秀也、4号艇は竹上慎二、5号艇足立勇樹、6号艇龍正雄、以上6名の対戦です。スタートまでは1分を切りました。コースは下りとなりそうです。うち1号艇清水、そして3号艇の原田と両選手が人気を分けていました。うちに構えます1号艇地元メンバーの清水則勝がホームスレッジ側にボートを移してスタートコースへ向けています。昨日後半の競争で2コースから差して2着としていました清水、2コースを体勢が2号艇の酒井、そして3号艇の原田、3コース、この酒井と原田が後半準優勝戦を走ります。3号艇原田は11レース1号艇での登場、角位置は4号艇竹上、5コース5号艇足立、6コースが6号艇龍となりまして、枠なりでスタイルは3対3です。少し前方になります1号艇の清水、前に進んで現在は120メートルあたり、もう少し前に進んで110メートルあたりから起こす体勢で、インコースから1番2番3番4番5番6番、枠なりでスタイルは3対3。第2競争のスタート、一般戦第2レースタートしました。ダッシュスタートにて5号艇足立と6号艇の龍、両選手好スタートになっていますが、うちの1号艇清水も好スタート。第1ターンマーク打ち合うか、5号艇まくっていく足立、受け止めた清水、しかし両選手が外へ流れて刺していって2号艇酒井と打ち刺してきました6号艇龍バックスレッジ。さあここはトップ争いが激しくなりますが、6号艇龍が一定身出ました。外が2号艇酒井、あとは打ち切り返して1号艇清水巻き返してきました。スタートは正常でした。6号艇龍トップでホームスレッジ入ってきます。先頭は6号艇龍正雄、あとは1号艇清水が回っていましたが、2号艇酒井が指して2番手、6番2番1番の順、先頭2番手3艇審査、2、3番手2艇審査、アウトコース1号艇清水が3番手、内左手に見て2号艇酒井を追っています。この間に内から5号艇足立も差を詰めてきました。第1ターンマークもあってバックスレッジは6番2番、先頭2番手は抜け出して3番手争いが1号艇清水と5号艇足立両選手となっています。内が5号艇足立、外が1号艇清水、接戦です。あと後方では4号艇竹上、3号艇原田となってバックスレッジから第2ターンマーク、先頭6号艇龍回った、2番手が2号艇の酒井、1号艇清水が回ります。5号艇足立が差してきて捉えるか、ホームスレッジ直線コースへ入る、先に回った1号艇清水が先行していますが、内から5号艇足立持っていって差が2艇身で最終周回に入りました。3番手4番手の差は2艇身、3番手は1号艇清水ですが、5号艇足立外へ持ち出して4番手の位置から付け前で第1ターンマークを回ります。ここはしのいだ1号艇清水が3番手をキープ、逆に返してきて5号艇の足立勇気、4番手の位置ですが1号艇清水が外、内が5号艇足立とあって差は2艇身でラストターンマークの旋回です。先頭6号艇龍、2番手が2号艇酒井、1号艇清水が押し出す、5号艇足立外へ出してホームスレッジ直線コースへ入ります。1号艇清水、5号艇足立の3番手争いはどうやら1号艇清水が3番手をキープしてゴールとなります。先頭6号艇龍、2着が2号艇酒井、3着1号艇清水、ゴールイン。5号艇足立、4号艇竹上、3号艇原田の順でした。